とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン長いです。とにかく長い。できるだけ早くクリアするようにやっていきましょう。まず1階。1階から敵が多い。とにかく多いです。し、若干難しい。倒す順番とかをしっかりとね、やっていきましょう。で、このエンダーマイトが出てきた後の脇がちょっと重要です。ちょっと離れたところからスタートしてください。氷使いとこいつがガッチャンコしてしまうとどうしてもね難しくなるのよ。なので氷使いとこいつは、同時に戦わないようにしてください。これを倒した後だね。倒した後に、氷使いに挑むようにしてください。もう氷が鬱陶しいのよ。 OK、 氷をね避けながら強敵と戦うとなるとどうしてもねやられる時がある、なので必ず強敵と、氷使いは別に戦うようにしてください。1回報酬で回復のトーテムです。この回復が、だいぶ重要になってきます。回復は重要ですね。ここもとにかく敵が多いで、回復のトーテムをパパうまいこと使いながら、行くといけると思います。あと壁だね。壁で、遠距離攻撃をある程度防いでいけばいけるはず。ここの敵の数もえぐいもん。本当にふざけてんのかっていうぐらい出てくるからね。よし、回復のトーテムはそこそこね、再使用時間が早いんで、まあ助かりますね。 OK、 でもう少し。あと3体か。こいつらの HP も高いもんね。よし、これでおしまいですね。めんどくさい、ほんと敵の HP 多くて。で、ここ影の断片です。もうほんと最近はねこの影の断片、絶対取っていった方がいいよね。で、まずシュルカーを処理しましょう。こいつがいるとね戦いにくいんだ。で、シュルカーを倒した後は、真ん中で戦っていける自信があれば真ん中で戦ってください。そうすると早いです。回復トーテムがあれば危険なくもない、ちょっとねえらい囲まれちゃうと難しくなるんだけども、最初のこのね雪ゾンビを倒してしまえば大丈夫と思う。あいつで凍結をもらうとちょっと厳しいかな。あと1体いるでしょ。はい、で上にあと3体ぐらいして、ね、はい、3体クリア。次ドラを取っていってください。ドラはね、ここでしか入手することができません。なので必ず取るようにしてください。で、ここもさっきと同じくシュルカーをまずは倒すね。まずはシュルカーですよ。 OK、 こうなるのが嫌だ。よし、俺はこのパンを食べて、で回復しながら、回復のトーテムを同時に使う感じでやっていってます。よっしゃ、ダブル回復だとまあまあ耐えれるの。どっちか一方だけだったらちょっときついんだけどね。やはりノンスタッフだったらば、十分耐えれると思います。
で、上も同じくフルカーが鬱陶しいです。あー、こうなる。よし、4回クリア。次に行きます。ほんとね、めんどくさいステージですよね。魂の採取で、攻撃力を上げていきましょう。これ回復までできてかなりいいですね。流れ込む魂を2、やっぱり 2% よと 4% ではだいぶ違います。これはどっちでもいいと思います。俺はね、追い打ちの方を入れてるんですけども、鋭利でも全然大丈夫でしょう。追い打ちは、2回目の攻撃からダメージが上がる。で、鋭利は、1発目の攻撃からダメージが上がっていきます。で、ここもね、敵が多いんだ。なんでこんなに敵を今回多くしたかな。嫌になるぐらい多いですね。よし、こんな強いやつはね、出てこないんだけど、とにかく敵の数が多い。それで時間がかかるんだよね。ここ何もいりません。そのまんま進みましょう。6階も特に問題はないと思います。普通に戦っていくだけで、まあまあまあ勝てるでしょう。で、若干 HP が減ったなっていう時には回復のトーテムもあるし大丈夫です。まあまあ下に落ちないようにね、戦っていけば大丈夫です。敵もね、ここ結構下に落ちてくれてお得ですね。 OK、 あとここでおしまいか。よし、はい、6回クリアです。次に行きます。ここでこっちの方がね、いいかもしれない。闇のアーマーだね。傭兵でもいいと思うんですけど、闇の方が、おすすめかな。この雪玉がついてるっていうのがやっぱりいいですね。うん、雪玉で防御性能がかなりいいので。で、ここはよし、まあまあまあいつも通りね、このエンチャンターをまず倒すようにしてください。こいつがいたらマジでやりにくいです。まずエンチャンターね。よし、お、勝手にやられる。よし、で、まだまだエンチャンターがいます。よし、あー、やべ、雲とね、このレイスの相性が悪いので、ここも注意ですね。注意していきましょう。おしまい。次に行きます。地雷を取っていきましょう。回復のトーテムと交換でいいです。で、8階、クリーパーは安全に処理してくださいね。あー、やべやべ、危ね。あー、雲食らっちゃうとダメなんだっては。危ねー、投資。もう雲うっとい。よし、ジオマンサーもうっとうしい。よし、 OK。 でも流れ込む魂があるから大量の敵には対応できます。よし、はい、8回クリア。次に行きましょう。報酬いりません。そのまんま進んでください。で、エンチャント入れます。雪玉をね、まずは3です。雪玉が3入ってると全然違う。で、ここもエンチャンター出てきますよ。まずは、あぶねえ、もうもう、まずはエンチャンターから倒すようにしましょう。ラビジャーはドラ使えば、まあ、大丈夫ですね。よっしゃ、 OK。
すごい乱戦。注意すべきは、雲だね。雲とエンチャンター。注意していきましょう。コグクロスボウを取ってください。で、コグに、長弾、とりあえず1。ですね。じゃあ、よし。足速くなってたからちょうどよかった。もう。惜しいエンジャンター、ほんと。敵がね、もうほんといつもの 1.5 倍ぐらいいるんじゃないかな。今シーズン。やたら多いもんね。それでもできる限り早くクリアしていきたい。あ、今の当たってない。当たってないんかい。よし。よっしゃ。勝てえな、もう。で、下をもう少し倒しておしまいですね。全然当たってない。で、これで10回終了。次に行きます。ここ報酬はいりません。そのまんま、あ、違う違う、何してんのそのまんま行きましょう。で、最初ユニークです。防具を上げていきます。闇をタイタンですね、変えていきましょう。で、エンチャントを入れていきます。まずはこっちの方がいいんだよね。追い打ちです。ボス戦にまずは対応していきましょう。まあ、倒し方はドラを使って、地雷だね。直接攻撃はそこまでダメージないので、まあ、とにかく地雷を使っていくといいです。よっしゃー。はい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 、うまくいけば、2ターンで倒せるんだけども、まあ、うまくいかずとも3ターンでは倒せるでしょう。はい、こっちにおびき寄せてドラと地雷、まあ、影のブリューも、あ、ブリューじゃねえなも使っていて OK です。最後の一押しがいけなかった名前か。次で確実に倒せますね。まあまあそこまで時間はかからないし大丈夫でしょう。はい、ゴー。ドラと地雷でおしまいですね。はい、終わり。12回クリア。次パワーシェイカー取っていきますね。地雷と変えます。で、ここも相変わらずの敵の多さです。で、あー、このね、よし、雲との相性が本当に悪いので注意してください。雲に要注意ですね。 OK。あー、もう、うまいこと倒したと思ったけど倒せなかった。よし。ここも本当にねいつもの 1.5 倍ぐらいいる。よし。はい、13回おしまいです。次いきまーす。武器を変えましょう。両刃斧です。結構強くなるね、これで。重要なのは旋風ですね。旋風、雷、この2つを入れるようにしてください。で、その前に、クールダウンをまずは3まで完成させるといいです。パワーシェイカーがねガシガシ使えるようになるので、まあ、とにかくまずは、クールダウン。よし。
んで、一応攻撃スキルもね中途半端だけども入れておいた方が、火力が上がっていいです。いいね。まだですね。あー、そこ罠にうまいことかかってないな。あ、かかってた。14回クリア。次いきます。14回は何もいりません。エンチャントでクールダウン入れましょう。防具はこれで完成ですね。最後までこの防具を使っていきます。あぶね、あぶな。この旋風とのねダブルダメージがなかなかいい感じなんですよね。まあまあ思いっきり近づいとかなきゃ意味はないんですけど。オッケー。もう惜しい。まだいるね。よし、あと上でおしまいか。15回終了で、15回報酬はいりません。そのまま進みましょう。で、ここも特に問題ないですね。まずは、俺はまず開けずにこっち側から倒していきます。まあまあやり方があると思うけどね、それぞれ。でトライデントが出てきたらかなりラッキー。あそこら辺に集まる敵を一掃できるので、トライデントいいですよね。いけ。あー、一発ミスった。一発ミスっちゃったよ。まあいいか。しゃしゃで、あっと痛いか。おお、今日矢がやたら出るね。運がいい。これ報酬もいいんじゃない。16回報酬いりません。あ、エンチャント忘れず入れていきましょう。コグクロスボウよりもまずは武器を入れた方が、いいと思います。海の中じゃどうせ使えないしね。いきます。旋風2にもなるとだいぶ火力が上がってます。でここも多いな、本当に本当に多い。よし、終わりかな。17回クリア。スタートして最初にここを押しに行くのもありかもしれませんね。うん、自信があるならばね。何もいりません。そのまんま進みましょう。あー、ここめんどくさいですね。下の鍵取ってきます。まず鍵取ってきました。今回のこのステージもあるし、謎解きのステージもあるんだよね。それもあるからこそなかなかめんどくさい。はい、18回の報酬いりません。で、商人ですね、タイタンを上げていきます。今回は全部俺は防具に全部振ります。そうした方が安定する気がする。うん、なんか下手に武器とかに入れるよりも、防御を固めていった方が俺はねいいかなと思うんだけどね。はい。で、まずは武器ですね。武器の方を上げましょう。コグクロスボウは、まあ、とりあえず、ああもったいねえ、ミスった。まあまあクールダウン入ってるからなんとかいけっか。いきます。ちょっと待ってよ、ミスった。オッケー。もう一気にミスった。まあ倒し方は今の感じですね。影化してドラ使って、パワーシェイカー5回使い切る頃にはもう倒してると思います。はい、
んで、ここ、コブクロスボウから魂のハンタークロスボウに変えましょう。いきまーす。あ、エンチャントね。エンチャント入れていきましょう。虚無ですね。うん、まあ実際何でもいいです。実際何でもいい。でも、まあ虚無の方が、弓で攻撃するときにも、近接で攻撃するときにも、役に立つので、一応入れてます。まあ、特にここは問題ないとは思います。でも本当に久しぶりにね、クールダウンが出てきてくれて嬉しい。ずっとクールダウンなかったもんね。いや、あるにはあったのか。でもあんまりいい防具にはついてなかったんで、クールダウンがついたってのは本当に嬉しいこと。よっしゃ、行きましょう。で、パワーシェイカーで一気にいいですね。終わりか。いや、何本ある ?735本、めちゃくちゃ多い。珍しいね、ここまで多いっていうのは。はい、何もいりません。そのまんま行きましょう。言うことないですね。パワーシェイカー使ってガシガシやっていくだけです。よし、邪魔。オッケー。やっぱりクールダウン入ってる時のパワーシェイカーとかいいね、最高。よっしゃ、もう使えるもんね。22回クリア。次、報酬いりません。あ、これもね、いいんだけど、俺はやっぱね、向いてなかった俺には向いてない。こっちの方が断然ね、俺向きだったかな。で、虚無はとりあえずね、1でいいです。とりあえず1でいい。で、ここからちょっとね、この弱体化を入れた方がいいです。もうこの武器ではちょっとパワー不足になってるのよね。なので弱体化を入れて、まあ、ちょっとでも火ダメを抑えるようにしていくと、まあ、安定するかなと思います。まあまあ、そんなにやられるようなことはないじゃ思うけどね。なので、まあまあ、一応弱体化いいです。耐久力結構上がるんで。よし、 OK。 こんだけ一気に出てこられても攻撃力がね 30% 減少してる敵なので、そんなに問題はありません。で、23回がおしまい。ここで変えましょう。槍です。槍、はい。あ、で、エンチャントね。槍にエンチャント入れましょう。重力1でいいです。重力1。で、ここ、火属性でもいいんだけども、毒の雲の方がね、重力との相性が良くって、俺はこっちが好きかな。で、プラス、クリティカルさん。はい。これでいってください。虚無もパワーアップしましょう。毒の雲、重力1、クリティカルさん。ですね。はい。ここか。ちょっとこうクリアして上に進みますね。はい、上に来ました。もうここのステージもめんどくさい、本当に。 OK。 で、この槍はね、本当に使ってみてください。パワーシェイカーとの相性が抜群です。まあ、若干攻撃速度はね遅めではあるんだけども、慣れればなんてことはありません。何もいりません。そのまま進んでください。で、商人ですね。先ほども言った通り、今回は防具に全振りです。タイタンをあげました。何がついた？おお、魂の袋1か。まあ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 、いいんじゃない。うん、
いいじゃないですか。で、ここちょっと敵多いです。なのでしっかりとね、パワーシェイカーつけてどんどん倒していきましょう。よし、このね、でも氷使いがね、これ氷使いと、よし、風使い、いや、とにかくうっといのよ。よっしゃ、楽しいよ、ほんとに。あぶね。なので、こうね、よし、パワーシェイカーで一気に倒せれば。ああ、食らってる。よし、終わりだ。ああ思いっきり食らってる。よし、はい、26回クリア。一応ね、いらないけども矢は多めに持っていっていいです。なんかね、俺の体感だけども、俺の体感だよ、矢を多めに持っていくといい報酬が出やすい気がする、気がするだけね。うんうん、まあ一応俺は矢はたくさん持っていくようにしてます。魂のサイズ、ここで変えていきましょう。ちょっとでもね、火力を上げていった方がいいですね。衝撃波、そして輝きとクリティカルです。これで、耐久面も火力面もかなり高く、できますね。あー、やめろ。輝きってね、意外と回復するよね。よし、で上にちょっと面倒くさいやつらがいるので、パワーシェイカーつけて、ああもう飛ばされた。一気に行ったらだいぶ良かったんだけども。よし、衝撃波付きのサイスは強い、火力が違う。よっしゃ、終わりかな。まだ、あ、お前か。932、お、なかなか多いぞ。報酬が結構期待できるかも。何もいりません。期待できそうな気がする。いくぞー。未だにね、最初の方にゲットしたパワーシェイカーを使っていくっていうね。でも全然ね、いいんですよ。クールダウンでどんどん回転していくんで、そこそこ火力は出ます。よし、できれば矢は使いたくない。なんとか1000本まで上げたいね。でもそういうことやってるとやられたりするんだよな。できれば今回1000本目指したい。出てくれっかな。出ないか。よっしゃ、終わり。28回クリアです。何もいりません。よし、ああ、いや、まあいいよ。矢は使っていけ。矢は使っていこう。よし。ああ、いけなかったー。ここはね、意外と時間かかるもんね。今もう無理せず、矢で戦っていった方がいいです。うん、俺初見でここやられたんだよな。無理しない方がいい。よし、特にこの下側、こっちね、結構多いんで、まあ矢を打っていくか、影の断片を使っていった方がいいです。よし、もうおしまいです。
お、固まった。あ、なんかこっちに行ってるな。よし。あ、なんか矢出た。あ、なんか矢が出た音がしたけど、いいか。はい、で最後の最後はコグクロスボウですね。変えてください。そんなに使うことはないですけど。でクリティカルさんで、コグクロスボウには連鎖反応そして重力ぐらいでいいと思います。ボウをね上げて耐久力上がってるのでそうそうやられることはないですね。倒し方はまあ、パワーシェイカーとドラを使ってガシガシ叩いていくだけで、プラス、影の断片が出たら、使っていく感じ。出たらってなる。 OK。 あー今回、あ、そっか、魂の袋入ってるから結構使えるんだ。あ、いいね。よし、終わりー。はい、あ、やっぱね時間かかるな。時間かかる。報酬見てみます。結構やっぱりかかりますよ今回は。周回が難しそう。お、大釜いいね。旋風1大釜最後見よう。手持ちはあーいいんじゃない。あ、でもなー、いいかいいか。いや、できればもう一つの方がいいんだよな。この凶暴化じゃなくって弱体化がついてる方が。まあでも見た目はこっちかっこいいんでいいでしょう。衝撃波付き使えるよ。こっちは微妙そうだよね。うん、3ではあるんだけども、うん、まあまあいいのは出たと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。